どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回の動画は第3回目因数分解に関する、学校で親切な先生だったら言ってくれるかもしれないけど、おそらく正規の授業では取り扱わないけど、知っていたらかなり得する、そんな裏技みたいなことを皆さんと一緒に勉強していきたいと思っております。今回は因数定理 F=X=0、 もしくはここ P の可能性が高いですね。この単元では F ではなくて P と書かれてあることが多いでしょう。この球界をかなり時短できる、そんなテクニックを皆さんと勉強していきたいと思います。裏技スキル3、3つ目ということで勉強していきましょう。はい、繰り返しになりますが、今何も予習していない状態ですと、そうこんな状況だと思います。はたまた予習している人、もしくは外部の優勝コンテンツを使って先取りしている人、そんな人はこんな感じだと思います。さらに上を目指すためにこんな感じになってほしい、そんな願いを込めて一緒に勉強していこうと思った次第でございます。このペースでいくと 4,5 年生にはこんな感じになってるといいなという願いもあります。それでは今回のお品書きです。前々回でこちらアルファの因数分解の多くのパターンの攻略、そして前回たすきがけの裏技、そして今回因数定理の裏技、そして次回予定しているのが GCD 最大公約数 LCM 最小公倍数に関する裏技を確認していきたいと思っております。今回はガンマ因数定理の裏技について見ていきましょう。それでは早速話を進めていきます。ガンマ因数定理の裏技、そもそも因数定理がそもそも何だったのかの話、もしくは因数定理をまだ聞いたことのない人たち、その人たちに向けて一緒に復習していきたいと思います。因数定理ってなんだっけということでお話していきましょう。正式 AX 割る正式 BX イコール小 QX ちょんちょんちょん、あまりですね、あまり RX の時、こちら小学生中学生の時に普通の数のバージョンでやっていたと思います。これの正式 X を含んだ文字式でも成り立つよという話なんですね。そしてこちら、この割られる式 AX に関して記述するとこれが成り立ちますよという話があるんですね。それでは次に進みましょう。 PX という正式を X-α で除した時、割り算をした時、そう先ほど確認したこの式、この式にそれぞれ当てはめていきましょう。割られる数、割る数ということで色で表すとこうなりますよね。そして代入してみました。そうすると PX 割る X-α イコール小余り、RX 余りというふうになるはずです。そして割られる、この割られる式 PX について記述すると PX イコールこちらの式になるはずです。この式においてここを塊で見る意識を強く持ってみてください。ここの緑と白の部分掛け算になっていますが、ここを一塊で見る意識を強く持ってみてください。そうするとですね、今提示した式について詳しく見ていきましょう。ここで X に α を代入します。そうするとこうなりますよね。一つ前に戻って比較してみましょう。代入しましたね。それでは確認するとここ色は違いますが値は同じです。 α-α って0ですよね。だからここが0になります。比較しておきましょう。0になりますよね。そして先ほどここを塊で見てちょんまげというふうに言ったはずですが、ここを0になるので、ここは0になるので塊で消えて0となるので消えるよねということがわかります。ですからそう、すなわち P(α) は PX を X-α で割り算した除した際の余りを示しているということがわかりました。これがそう、剰余の定理、リマインダーセオレムというふうに言います。こちらを元に、こちらを根拠に因数定理をお話をしていくという形になります。それでは剰余の定理を確認できたことで、というところで次に行きましょう。次はこの余りがたまたま0だったとき、α をこの x に代入して0になったときの話をしていきたいと思います。余りが0、言い換えていくと x-α で割り切れたということですよね。すなわち x-α を因数に持つということに言い換えることができるでしょう。すなわちこの水色の式が成り立てば、そう余りが0ということで x-α を因数に持つという表現に書き換えることができるでしょう。なので剰余の定理と組み合わせて α を代入して0になってしまうと、そうこれが言えるんですね。この仮定と結論の関係のことを因数定理ファクターセオレムと言います。ここまでが復習になりますね。ということで今の話を聞いてもおそらくよくわからなかったと思うので、そう抽象的な話を聞いてわからなければ例を見るといいですよね。じゃあ実際に具体的な数字が混ざった数式をいじって、この剰余の定理と因数定理について実際に使って確かめてみましょう。はい、 PX、 こちら具体的な値が入っている式を用意しました。これに2を代入します。 X に2を代入すると剰余の定理の復習に入ります。剰余の定理を確かめるために今からこの計算をしていきます。ちょっと確認をしておきましょう。ある正式の X に α を代入してボコンと青い値が出てきたら、この青い値というのはこの pα なんですが、これは px を x-α で割り算した余りを示している。この定理のことを剰余の定理というふうに言うんでしたよね。それでは先に進みましょう。はい、2を代入します。 x に2を代入すると、はいこちら6になります。じゃあこの6って何を表しているのかというと、そう剰余の定理を発動させると、そうこの6というのは px を x-2 で割った余りというふうに見ることができるんですね。それでは次、因数定理を確認しておきましょう。因数定理、この x に例として1を代入してみましょう。そうこれは暗算できますよね。1を代入するとそう0になるわけです。じゃあこれは何を意味しているのか、因数定理を発動させて見てみましょう。これは0になったから x-1 を因数に持つねということがわかりました。ちょっとここでつまずいた人は因数定理のところのスライドを見返してみてください。すなわち x-1 で因数分解できるというふうに考えて
これは公式を使って素で因数分解できますので、公式を使って確認してみると、そう、案の定 x-1 をきちんと因数に持っているということが確認できました。これが因数定理です。ここですね、色でつけました。ということで、0、ここが何かの値を代入して0ということが確認できたら、そう、代入した値がここの位置に来るように、この塊の赤い部分の多項式、整式を因数に持つぞということが言えるんですね。ちょっと前置きが長いですよ、谷兄さん。今回の動画は一体何が言いたいんですか？ということで本題に入りましょう。今から本題に入っていきます。そう、実は前置きが長かったんですけど、本題はめちゃくちゃ短いです。このことを言うために結構前置きを長く、言ってしまいましたね。結構ね、予備知識が大切となってくる単元なので、ちょっと丁寧にやってみました。それでは本題参りますよ。めちゃくちゃ楽になります。これ知っておくだけでね、かなり楽になります。先取り学習で僕、時間がかかる方の説明をしたんですけど、この伏線のためにわざとあの時ね、端折りました。なのでこの動画を見てありがたみを知っておいてほしいですね。それじゃあ実際に式を使って確認していきましょう。はい、こういう風に問題集だったり教科書に書いていると思います。じゃあ見ていきますよ。これでよく px が0になるような x を探せ、もしくはまあこの0になるような、この代入すべき値を探しなさいという風な場面でよくあると思うんですよね。じゃあ僕が先取り学習でなんて言ったかっていうと、そう、こうやって言ったはずです。プラマイ 1,2,3 を適当に代入していって、0になる x を探してごらんという風に最初に言ったはずです。実はこれ勉強を進めていくと、そう、握手だということがわかるんです。次のスライドでこの動画で伝えたいことを言います。これめちゃくちゃ大事です。よいしょ。実は定数項の約数が p=n=0 の解の候補になります。これがめちゃくちゃ大事なのでスクショしてほしいです。すなわちこの中段のスライドに合わせるのであれば、ここが n になるということですね。この解=0になる解 n というのは、実は定数項の約数がこの解の候補になるという定理を知っておいてください。最後に証明するので、まずはこの定理を鵜呑みにしてください。使っていきましょう。これが今回一番伝えたかったことです。これを知っておくだけでかなり時短になります。見ていきましょう。はい、だからこの場合ですね、p=n=0、この式が0になるような x、 これにお名前をつけて n というふうに表してますけど、そんな n っていうのはプラマイ1かプラマイ5になるよというふうに言ってるんですね。なんでかというと、プラマイ1とプラマイ5は定数項の約数になりうるからです。これはかなり大事なのでメモっておいてほしいですね。ということで、めっちゃ絞れるやん。今までプラマイ1、プラマイ2、プラマイ3というふうに順々に確認していったかと思いますが、そう、めっちゃ絞れるんですね。だいぶ、絞れる場合が増えてくると思います。じゃあ実際に5を代入してみましょう。5を代入すると、面白いことにこちら、そう、引き算していくと0になるんですね。面白いです。これでプラマイ1、プラマイ2、プラマイ3というふうに計算するより、まあ絞れるんじゃないかと思われます。ですので、こちらの px というのは因数定理発動により x-5 を約数に、因数に持つというふうに考えられるので、 x-5 で、まあ、筆算なり組み立て情報で割り算をすると、ちゃんと再因数分解できましたね。 x-5 因数に持つということで、因数定理5ということで使いました。さあ、なんでこれが成り立つのかね、なんで定数項の約数だけ見ればいいのということになりますけど、今から証明していこうと思います。じゃあ証明いきますよ。こちら与えられている3次式だと思ってください。 x に関する3次式、こちらを変形していきます。はい、イコール0になるような、まあ、x を n と置きましょう。後で代入するので、ひとまずここの x は x のままで置いておきます。これが0になるときって言ってるんですよね。この式の値自体が0になるときの x を n と置きました。この n っていうのが、この n 君がこの定数項の約数だぜっていう主張だったよね、さっきの定理は。それじゃあ今から進めていきます。じゃあ x に x、 この式の x に実際に n を代入しますよ。よいしょ、代入しました。じゃあ今から何をするかというと、はい、この式ですね、ここからここまでの式を d について解いていきます。 d イコールの形にする、すなわち d について解くということをします。じゃあこれは d 以外のここ a から c までの項を移項すればよいので、こうなりますよね。そして n で因数分解しましょう。くくり出すとこうですね。 n でくくりました。ちょっと汚いのでマイナス1を丸め込みましょう。そうすると入れ込めました。はい、こちらで証明完了になっていませんか。 d は n の倍数ということで、最初に示したこちらの証明したかった定理表示させるとこちらですね。実はこの n っていうのは d の約数になってるよ。先ほど示したのがこちらですね。 d は n の倍数、こちらは証明できているということになるので、先ほど言った定理っていうのはこれから使っていきましょうという話になるわけです。じゃあ実際にこの定理を使っていきましょう。例題、こういう式が与えられたとします。先ほど申し上げたのが、そう、定数項に注目するんでしたよね。この式が0になりうるような n っていうのは、そう、プラマイ1かプラマイ3に絞れるということなんです。ここで大事なのが、プラマイ2を確かめる必要がなくなるということなんですよ。結構ありがたいですよね。絶対に必要っていうわけじゃないんですけど、あったらありがたいですよね。ということで、実際に電卓を叩いて計算してみると、3の時0、マイナス1の時0というふうに簡単に求めることができます。はい、ここまででございます。高専数学上位 10% を目指す人向けの裏技スキル3、3つ目でございました。因数分解に関する内容で、因数定理f(x)、まあ今回はここは p(x) でしたね。p(x=0 の x を求めるときの9回の時短についてテキストには載っていません。テキスト未掲載の必殺技を習得せよということで3番目の動画でした。それでは違う動画だったり生放送でまた会いましょう。しっかり今までの 1,2,3 この3つの動画しっかり復習して問題に使って自分のものにする、そういったことをして身につけていってください。それではまた違う動画だったり生放送でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.